ん？でもこれって6軸で離陸したら悪いやろ？え？いや、いいやめん。いや、確か悪いはず。6軸でね、離陸しようとおったんだけど。あ、そうなん。うん。はい、初フライトっていうか、まあ、初調整、浮かせての調整ですね。静かやね。ね、まだピッチ調整はまだ大方したのかな、確か。ジャイロはね、確か TGZ の580です。お、浮くか。ん？トラッキング割ってそうですね。左？フィールが傾く。今テールの調整ですかね。キャノピーはね、かっこいいんですよね。はい、これがキャノピーになります。うん、オークションのね、700万8000円ぐらいだったかな、あれで終わったけど、うん、自分もね、入札はね、したんですけど、なんぼだっけ、6万6000円だったっけ、そのぐらいまでちょっと入れてました。ゲイン。うん。できるけど、また何もそこは操作しきらん。あ、しないですか。うん。あ、うん、まあ、いや、サブトリも、まあまあ、まあ、多分。感情が起こってないような気がする。何でもね、やっぱしね、最初の調整がね、ちょっと時間かかるんでね。しかし本当静かだな。初飛行だ。初飛行。いいやねな、午前がいいやね。うん。そう、機体が左に回るんだよね。お、浮いた。ハントルク負け？けど多分ね、まあ、ヘリの特性として絶対にテールは、まあ、階段上がったら、に触れるから、で、浮くまでがね、多分浮くまでは地面効果ですごいめちゃくちゃ不安定やから、あの、一回膝上まで上げないと、その挙動は絶対によくわからない。膝上のちょっとアイレベル下ぐらいまで上げて初めて、だけどそれは確か三軸、このジャイロって、テールは、ヘディングロックしかなかったですよね。確かノーマルモードがなかった気がする。うん。今は6軸にしたの。だから普通回るわけないんだけどね。
石がとりあえず補正する、補正っていうか、あ、一定以上傾かんから。今外れます。回る。ちょっとテールやっぱ右に行くな。右に行く。ってことはやっぱ右に行くってことは？おかしいな。普通はヘディングロックだから修正してくれるはずなんだけどね。まあ、とりあえずホバリングしてラダー触らんときにどうなるかやね。どうしても地面についちょるとあのテールが仕事してくれんやろ。機体が動かん限りじんわりじゃちょっと。うん、浮かせた時あ、いや、絶対めちゃくちゃくるくるそのときにその時はもうジャイロリバースかなんか間違っちゃう時ぐらいしか、ね、ちゃんとジャイロは製造に動いてるのは。あ、そうなんや。から絶対大丈夫やから、その時に自分の指でラダーを押さえてちゃんと下ろせるかどうか。うん、浮かした時にラダーがニュートラルで止まっちゃけばいいけど、浮かすまでがラダ打ったんと、ラダ打ちながら上げたらどうですか。ただ一回あのもうサブトリムやなくトリムで、トリムで調整し一回してみて、おや、まあ、基本的にはテールローターって前回りやったっけ、テールローターって前回りやったっけ。ベルトのあれが違うってこと、わかんないけど後ろ回りやった気もするんやけどな。今前回りたよな。あ、ちょっと一回絞ってもらっていいですか。なんか前に回りやるな。そうだよね、まなんか前に回りおる？ん？回りおる。ね。ローターの向きどっち向いておる？いや、ローターの向きはちゃんと前になっちゃる？ローターは後ろ向きに、ま、セットされた前か前かな。あ、これでいいんか。これの勘違いか。ちょっと待って、俺のどう？前回りだったっけ？よかったらベルトを反対にするんか。うん、後ろじゃなかったっけ。ね、後ろよね。あ、けど違う。あ、なんか違うな。逆回り。あ、これ後ろやな。え、右に回したの。右に回したら後ろ回りやな。あ、じゃあベルトを裏返しにかけなきゃいけないな。これやな。あ、違う違う。あ、本当や。それともゴブリンだっけ前回りとか。いや俺も分からんよまあ、そう説明書がないとね、これで正解なのか。シャフトドライブやから、これ右に回った時には間違いようがないもんね、このベルトを180度ねじれば、逆ねじね、仕事やな。けど今度そうなった時にはあとこれ付け替えるの、ラダーの、まあ、もちろんこれもローターを逆に向けないだけ。そうですね、ローターだから昨日ね、まあと聞いたんですか。そうそう、で多分ラダーの動きもリバースとかけんといけんのか分からんけど、でも
浮いたんやろ何が浮いてはない。あ、浮いてはない。浮いてはない。浮きかけただけ。浮きかけただけか。そういうことか。これはこうですよね、うん、普通はでもそうなのか。今まで全部同じ向きやったっけやんね。最初のはな、だからこれが時計回り、こっちも時計回り、これは時計回り、反時計回り、後ろ前が開いちゃう。だけ開くから下に入れちゃった。じゃあちょっとこれ、うん、ちょっとベルトやり直してみる。あ、え、簡単できんの？外すのがでも、それはちょっと簡単できるんかな。ちょっとだいぶ手間かかる。手間かかるな、これ。そうなん。そう、これ外さないけんはずや。そうなん。おう、これちょっと動け。え、ボディの中にこれが入ってるんですかね。入ってないですね。これは入ってないです。それ？いやいや、あのテールパイプ。パイプは入っちゃる。え、パイプなしなんですか。なしな。そうなんや。ボディで、そうなん。すごいな。ネジ1本で支えちゃうだけなんや。怖いんよな。普通これに、あの、そうなの。うん、それを。うーん、何やそんなんが。カーボンボディかなんかかな。これ普通のグラスボディ。グラスボディ。へー、このジャイロまた外して、ここのネジを外さなきゃいけんのよな。そういうことか。いや、もうこれはこれですよね。うん、うん、あとちょっとネットで他のゴブリンがどけなっちゃう。ここ見てみなあかんな、これが、ね、ゴブリンのどこはねえか、ちょっと探してみる。だからゴブリンのやつの、これ売ってるやつの拡大してテールが、うん、うん、そう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 、ね、ね、まずそっちを見よう、確認しよう。多分、あ、付け方はあっちゃう、間違った、うん、うん、よかった、うん、よかった。はい、以上です。はい、ベルトをね、ちょっと、向きを変えてね、今からちょっとラダーの再調整ですね。誰かさんのためになれば、これからね、始める方のね、調整方法、はい、右ラダー左、これが荒いなら分かりやすい。あ、左か。左、アラインの場合はね、ここ、アラインの場合はちょっとこれ、見えますかね。右、機体のね、右にね、座ってね、右ラダーだとね、普通ね、あの、このレバーがね、下のレバーが右に行くんですけど、これがちょっと逆に行ってますね。右と左逆ですね。うん、今右やってみて。今右なのに、風がこっちから、こっちに押してるんで左に行きます。これこ右に向かないといけないんだけど、これ今左に行きます。左でこう、左だと、この風がこっちの風を左から右にやるんで、右向きます。はい、右にすると、今度これ、うん、片方して右に、でレバーが向こうに行ったんで、そしてこれがこっち向くでしょ。そう、あ、逆、え、右、うん、そしたら風が、こう切って、こっちに風が飛んでいくから右に機体が向くと。うん、うん、あとは今度機体を手に持って、右左、うん、で左に向けた時に、本当ならレバー見た方がいいんだけどね。左に向けた時に、左、でもこれヘディングロックだからあれよね、分かりやすいと思うんだけど、左に向けた時にこのレバーがいい。左に向けた時にレバーが向こうに行けばいいんだよね。外、今外、うん、エイス。左向けた時レバーが前に来よるから合ってるっぽいですね。うん、左向けた時前、レバーが前に行けばいい。うん、左向けたらそれ右ね、うん、右向けた時にレバーが左っていうか、まあ、後ろの方にね、押す感じになれば、うん、ヘディングロックだから固定するでしょ、これ。ここで見ようねんけどな。うん、これ
ニュートラル戻るんやんな。まるでのノーマルみたいな動きだ。胴体一回取れる？外してみろか。うん、外して昨日のやり方で方が安全やと思う。ひっくり返してみたら分かるんだけどな。ジャンプ感がねえのか。はい、メインローターを取ってのテストです。はい、じゃあ回しますよ。右やりますね。今休日。今右に切りましたよね、うん、右に切ったらこうなった。今それ右切ってる状態。左切りますよ。それ右に行っちゃうぜ。今右に、レバーは右に行ったで。リバース間違ったない。大丈夫。ちょっと待って、そのままちょっと、回さんで、うん、右やってみて。右。左。右、左動いてないね。右は動いてないことね。いや、右は前に行ってんだけど、左は、それ左？これ左。それリバースなってるね、今。今それリバースなってる。今、戻し損ねてるみたい。今、7をつけたリバースだ。うん。右、うん、左、あっちょる。うん、うん、それあっちょる。うん。けどで回してみて。ちょっと右やりますよ。ああ、これになった。あ、今いいですか。なった。うん。けど多分ジャイ。で今度操作線で機体の方だけ動かしてみて。ジャイロが逆ですか。ジャイロ逆。あ、ジャイロ逆。じゃあこっち側やな。ジャイロ逆。うん。これ。じゃあ色は何番目だっけな。考えたネットで。この途中の設定が難しいよね。覚えて項目がちょっと多すぎるんだよな。パソコンとかねつなげたら一番いいやろうけど、あとはそのなんだカードかなんかでねつないでちょんと。ラダー何番目だろうな。はい、ちょっと、切ります。はい、ラダー設定は F ですね。 F、はい、で最後まで行って記憶させる。で長押ししたら記憶させる。あ、何回かね私はやるんですか。うん、 N 以降っていうか、ま、N かな、うん、M かな。じゃあやりますよ、うん、はい、再起動しなくていいのか。なんかカポいいよね。なんか当たるよんな。うん、押す方向になんかボディが強振みたいな感じで
いいよな、当たるよ、確か当たるよ。ベルト、ベルト引っ張ったやろ。ベルト引っ張ったよね。なんかベルト弱、うん、弱く感じるんやけどね。まあまあ、とりあえずゆっくりじゃ、ね、うん、動作確認。ジャイロ合ってました。もう一回、じゃそこで操作、はい、右に行きます、うん、今度左に行きます。はい、ジャイロも合ってます、ね、とりあえず、うん、設定は OK、 OK、 あと設定は OK、 あとはなんかそのイオン、うん、上げた時に共振、うん、はい、ベルト持つともしいいな、まだし、もう引けないですよね。もう引けないよ。おこうかな、これかな、この、うん、これかな、これがさ、ポディちょっと左にマスは、うん、当たってる感じ。はいはいはい、リンケージが当たってる。リンケージが完全に当たったんだ。そうそう、だから、うん、ビロ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 なる、うん、もしかするとそのリンケージ内掛けとか、あ、たまにそうやな、あるんだけど、そういうのが。違う、あのね、うんうん、確かに内掛けや、これ今こっち側につけるってこと。今、外になってるから当たるんじゃなくて、うんうん、こっち側にリンケージまっすぐなってないってこと。今斜めになってんの。いや、わからない。わかるんじゃないあ、そうなけど、立ち見さん、これをこっち側につけるな。こっち側にやった方が、うんうん、これの遊びが出るから。出るよな、これ出るからいいかもしれない。ああ、本当こするわ、これ、うんうん。そういうことですね。本を外して。本を外して逆に。本、そうす。本？本はダメ。本じゃなくて、もうそのボールから中から、要は本を一回外してボールを外して内側にかけて、でリンケージをつけてからの本止め。うん、そうせんならやりにくいと思う。あとはそのリンケージが本のね軸には干渉せんぐらいの風にしないと。それか、まあそれが原因なのか、うん、のベルトが共振して、うんうん、こうなってるから、うん、結構後ろの方で落としたよの、うん、ちょっと自分覗いてないんでわかんないんですけどね。はい、止めます。はい、大方ね、いろいろ設定が済んで、フライトテストですね、今度は。ベルトのテンションをね、結構引っ張ったんでね。逆に回る。うん。トリム入っちゃうんけね。トリムを逆にじゃあ、そうです。もうトリム今だけ、ちょっと設定で。一回サブトリムを全部しようかな。トリムもゼロにして挙動を見て、うん、そうすると再起動しないといけないんじゃないかな。そんな気がします。まだ浮いてない。左曲がる。ちょっとはサブトリムプラス一回電源入れ直してみて。入れ直したらいいかな。サブトリムかかった状態でやる人。はい、キャリブレーション。今日はもう何も連絡ないと思う。はい、終わりました。これ6軸今。ちょっとハンチングだな。ハンチングしてるね。感度が高いのか。
浮いた。あ、浮いた、浮いた。お、三軸っぽい動きしてる。これ三軸だね。三軸っぽい動き、うん。六軸にしたらちょっとふらついてる気がするんだけどな。ちょっと一回切り替えてやる。はい。結構打が、直に入ってる感じはするんだけど、平らなとこに移動します。回る？う、大丈夫か？う、うん、どうなんでしょう。確か、あ、うん、確かね、六軸で浮かさないでほしいっていうか、説明書に書いてた気がするんですけど、うん、でも大丈夫って言ってたんで。どうなんでしょうね。確か自分六軸でした時ちょっとかやった気がするんだけど、大丈夫なのか。ちょっとハンチング、ちょっとハンチングしてるな。あの、うん、あの回転数でハンチングってまたなんかあれだな。はい。